スカイプはマイクロソフトが提供するクロスプラットフォーム対応のコミュニケーションツール。ビジネス用途向けには同社提供のスカイプービジネスが存在する。開発者は旧スカイプテクノロジー社のニコラス・センストロームとヤヌス・フリス。スカイプはスカイピア2ピアの略である。Skype を用いたビデオ会議初期は P2P 技術を現在は クラウドベースのシステムを利用したクロスプラットフォーム対応のコミュニケーションソフトウェアであり無料で提供されている。比較的低速な回線やファイアウォールの内側でも高音質の安定した通話を実現できることが特徴。スカイプ間の無料音声、チャットビデオ通話機能を備えるほか一般の電話との相互通話を実現する機能や 最大100名までのグループビデオ会話機能、リアルタイム字幕表示などを備えている。Windows 版は Windows7 以降のバージョンに対応している。Linux、MacOS、iOS、Android 用のソフトウェアが同社から無料で提供される。Linux においてはディストリビューションごとに対応が異なり、現在でも公式リポジトリに含めているものも存在すれば、 マイクロソフトによる買収後に公式リポジトリからは除去され、有志のパによる配布のみのものもある。日本語版のソフトウェアは、スカイプの公式サイトのほか提携先からも入手可能。2016年には正式版のリリース前に、時期バージョンを受け取れる、スカイプインサイダープログラムが開始された。2018年11月には、スカイプ8.0ベースに移行した。 2020年6月12日には、マイクロソフトチームズとスカイプの間で、チャット、通話が可能になった。ラジオ番組の中では、遠隔地にいる、ラジオパーソナリティやリスナー等を放送中に、スカイプでつなぎ、電話中継に似た形で通話をそのまま放送することがある。特にアマチュアが趣味で放送している、インターネットラジオで、比較的多く見られる。 名称は当初、スカイパーとする予定だったが、ドメインが、すでに取得されていたので、スカイプに変更した。デスクトップ版モバイル版ウェブ版、スカイプ 4Windows デスクトップスカイプ 4Windows 10、MacOS Linux ス,スカイプ 4Android iPhone、iPod Touch、iPad スカイプ 4Web PlayStation。ポータブル。 プレイステーションビータ XBOX360、XBOX1 スカイプを利用するためのヘッドセット、USB 接続のハンドセットやスピーカー、Bluetooth 用のコードレスハンドセットが、スカイプ認定製品として、サードパーティーから発売されている。なお、機種によっては、マイクロフォンを接続していなくても、通話の接続自体や、プッシュトーンの創出はできる場合がある。 DTMF による自動音声応答式のテレホンサービスなど通話者の肉声等を喪出する必要のない通話先であれば利用に支障はない。2020年1月31日現在の対応言語。この一覧はアプリケーションの表示に対応している言語である。スカイプを利用するにあたって携帯端末向けのシステムがいくつか発表されている。 モトローラは初期からスカイプ社と、いわゆるスカイプ携帯の共同開発にあたっており、Wi-Fi を利用したスカイプ携帯電話 CN620Wi-Fi を発売すると発表されている。時期は未定。日本でもウィルコムが開発したスマートフォン W03 にスカイプがインストール可能であることが注目を集めた。2006年9月には日本で スカイプ専用携帯端末がロジテックよりラン WSPH-01WH という型番で販売された。2007年10月29日、ルクセンブルクのスカイプテクノロジーズ社とイギリスの携帯電話通信事業者3とアメリカの半導体、コンピュータソフトウェアメーカークアルコムの3社が3、スカイプフォンを共同開発。プラットフォームにクアルコムの ブルーを採用した。米国ではパナソニックが Wi-Fi フォントトラベルルーターをキャリングケースに入れて持ち運びできる製品 Wi-Fi フォン4 Skype EXECTIVE TRAVEL セットを2007年1月に発売した。これは優先ブロードバンドが使えるホテルやオフィスなどでの利用を想定したものである。なお、日本でも2008年3月にフォンネットワークへの 接続機能を搭載したモデル KXWP-800 が同社直販サイトでモニター販売された。現在はサポートを取りやめ、後継として、4シンビアント、4iPhone として提供されている。公式版の Android 向けソフトウェアについては、近日ベータ版の提供を予定しているとしていたが、Windows モバイル版同様。 ソニーエリクソン向けのごく一部を除き、サポートを停止している。ノキア端末向けには、スカイプ4シンビアンの提供が開始されたが、従来のスカイプ4はモバイルでサポートしていた、端末の一部では、利用できない機種もある。通話、通信量ライト版利用時は、他のハードウェアソフトウェア利用時に比べて特殊であるため、別途記述する。なお、携帯電話会社の、 3との提携サービス、3スカイプ本もある。ただし、3が日本で MVNO を含めた事業を行っていない日本向けのサービスは現時点では行っていない。2010年初頭にサポートを停止している。2017年6月30日にサポートを終了した。日本で発売された端末では、現時点ではノキア N82 とソフトバンク XA に NK が サポート対象。前身のスカイプフォーユアモバイル同様、2010年9月時点では、英語版のみとなっている。かつてのスカイプには P、P2P 技術が使用されていた。現在は、クラウドベースのシステムへ移行している。以下は P、P2P 時代の解説である。音声不号化に、ジプスを使用し、バッファの最適化による、高音質化が図られている。 通話の流れは次のようになる。スカイプをダウンロードすると、スカイプサーバに登録され、デジタル証明書が発行される。次にログインした時には、ログインしているノードのリストのサーバである、スーパーノードに接続される。ノードの IP アドレスを、スーパーノードから取得し、ノード同士で直接通信が可能となる。 ファイアウォールの内側からの通信の場合、常にパケットを送信している。また、両方がファイアウォールの内側にいるときは、グローバル IP アドレスを持つ第三者のマシンで中継する。このことにより、複雑な設定なしの通信を可能にしている。スーパーノードには、第三者のパーソナルコンピュータを利用している。ログインしているノードのリストを常に更新するために、 次のようなものの中から自動で選ばれる。グローバル IP アドレスを持つ。高速回線で接続されている。CPU 性能が高く、ラムの容量が多い。スカイプの使用時間が長い。スーパーノードに割り当てられる。パーソナルコンピュータは随時変更されていき、スーパーノードの負荷が高まった場合は新たに他のコンピュータに対してもスーパーノードが、 追加割り当てされる仕組みになっている。このような仕組みで、サーバー機能を分散化し、段階的なネットワークの拡張、障害の極在化が図られている。スカイプ社にとっては、低コスト化の意味もあり、自社で持っているサーバーは、ソフトウェア配布用の数台のみである。2005年10月に、ユーザー有志による、調査グループ SR コンサルティングにより、スカイプユーザーおよそ400万人分の、 ユーザープロファイルの解析調査が行われた。これらの調査結果は mathaba.net とスカイプジャーナルに掲載されており、以下のようになっている。スカイプは、カザーの共同開発者であるニコラス・センストロムとヤヌス・フリスが開発者であり、エストニアのシュトタリンで開発された。2011年にマイクロソフトに買収されるまでは、ルクセンブルクに席を置く。 スカイプテクノロジーズ社による運営だった。日本国内においては、バッファロー、エキサイト、楽天コミュニケーションズの各社と提携しており、サイト上でのソフトウェアの配布やインフラの提供とともに、独自の関連商品を発売していた。かつては、ライブドアと提携して2004年10月26日からソフトウェアを配布していたが、2008年1月8日の、 業務提携満了に先立って2007年11月14日に配布を終了した。2010年にはパナソニックの薄型テレビビエラにおいてスカイプによるテレビ電話機能を搭載した機種が発売された。2005年10月ーベイに約26億ドルで買収され子会社となった後2009年には投資家グループに株式の65%が 約20億ドルで売却された。その後、2011年5月、マイクロソフトが85億ドルでスカイプ社を買収することで合意10月に買収手続きが完了し、マイクロソフトのスカイプ部門となって現在に至っている。マイクロソフトに買収されたことで、Windows 系以外のプラットフォームへの影響も懸念されたが、 マイクロソフトは買収後もマルチプラットフォームを維持するとしている。国によっては様々な事情によりスカイプの利用にいくつかの制限を設ける動きがある。これらは主に経済的な事情や国家、企業の防衛的な目的によるものである。日本では2020年1月現在スカイプに対する法的規制は特に実施されておらず、また政府レベルで 議論の訴状に上ったこともない。2007年現在まで規制などは特に行われていない。しかし、スカイプを含め IP 電話は通信防受法で対象とされているコンピュータ通信に該当し得ると推測されるが、盗聴が困難であるため、犯罪者、特にテロリストなどの通信手段として利用されることに懸念が持たれており、今後、 何らかの対策が施される可能性が示唆されている。中国では中国政府に悪意となる海外からの情報を厳しく制限している。中国本土、とりわけ新鮮において Skype アウトの利用が制限されており違反者には罰金が課される。また中国国内版 Skype には検閲機能が内蔵されていたが、マイクロソフトは2013年11月に トムスカイプの終了によって終わらせたと発表した。2005年9月、フランスの研究省は、同国国防省の要請を受け入れ、国内の公共の研究機関及び、高等教育機関における、スカイプの使用を禁止する、旨の通達を発した。いくつかの機関はこれを公式な禁止令と受け取っている。詳細な理由については明かされていないが、 コンピュータセキュリティの専門家らは以下のような見解を述べている。つまるところ、スカイプは研究機関にとってセキュリティホールとなる恐れがあるとみなされたのではないかというものである。しかし、真相は定かではない。メキシコ、パナマで国営の電話事業者への収入を阻害するとして、スカイプ公式サイトへの接続がブロックされている。ソフトウェアと ID さえあれば、 スカイプ自体の利用は可能であるため、海外からソフトウェアと ID をメールを通じて密輸するビジネスも存在する。この他、コスタリカでも同様の理由からスカイプを規制する動きがある。その他の地域では、アラブ首長国連邦がスカイプ公式サイトへの接続をブロック、ミャンマーではソフトウェアに規制がかかり、ログインが不可能となり、バーレーン、カタールなど、 他の国々でも、スカイプの使用が制限、もしくは将来的に制限する動きがある。これらの国々の多くは、電話会社が国営であり、理由は、その減収が、国庫に与える損失を嫌ったものである。多くのケースでは最も普及しているスカイプに、差し当たりの規制の網がかけられているが、スカイプ以外の IP 電話に対して、同様の規制をかけるケースもある。 2000年代中盤にネットワークインフラただの理論層が激化した時期があり、その際にスカイプは YouTube などの動画共有サービスと合わせ、インフラに対して対価を支払うことなく、インターネット上でトラフィックを占有し事業を展開していることをインフラ事業者から問題視され、インフラ事業者に対して対価を支払うべきではないかと批判を浴びた。 特にスカイプについては2006年1月に NTT の社長が特に名を挙げて懸念を示している。批判がある一方で反論も多く、このインフラただの理論層全般についての結論は出ていない。スカイプについては同様に批判が行われている動画配信などの数十メガ BPS から数メガ BPS 単位で帯域を使用するサービスに比べ少なくとも 現状のプログラムでは、ビデオ通話機能を利用した場合の通話時でも一時的に、数百 kbps 単位で帯域を使用する、サービスに過ぎず、利用者数の差を勘案してなお、通信量は、ビビたるものであり、批判するに値しないのではないか、という声も、少なくない。なお、NTT ドコモのフォーマ定額データプランの、定額対象アクセスポイントにおいては、 VOIP プロトコル制限が実施されており、スカイプがご利用できない通信として挙げられていた。ただし、スカイプについては、VPN トンネルを経由しているためか実際には通信が遮断されているという報告はなく、その後、ウェブサイトやパンフレットからは個別具体的なアプリケーション名は削除されている。各スカイプは特に中期がない限り、Windows 版である。 特に重要と思われる番については太字で表記している。ありがとうございます。